はオリンピック銀メダル、そして世界選手権金メダルと世界を魅了した浅田真央。同じくバンクーバーオリンピックで4回転ジャンプを成功させた小塚崇彦ら地元愛知出身の選手と世界のトップスケーターたちの夢の共演、それがザ・アイス。この真夏の氷上祭典ザ・アイスが今年も開催決定。熱い舞台が再び森コロパークに戻ってきます。ザ・アイスはこの時間、一般発売より一足を先に特別先行予約を受け付けています。今すぐメモのご用意を。真夏の氷上祭典2010オリンパスプレゼンツザ・アイスは7月24日と25日の2日間、1日2公演、森コロパーク内のアイススケート場で開催されます。ザ・アイスの見どころは、まずトップスケーターたちによるザ・アイスオリジナルのオープニング。リンクと客席が近く一体感が持てるのもザ・アイスならではの魅力。皆さん、ザ・アイスへようこそ。オープニングから会場は一気に盛り上がります。そして恒例となりました浅田舞真央の姉妹による夢のプログラム。おととしはこのオレンジと黒のコンビの衣装で姉妹ならではの息の合った演技を見せてくれました。去年は赤と紫のセクシーな衣装に身を包み、ちょっとワイルドなプログラムに挑戦。今年はどんな衣装でどんな演技を見せてくれるのでしょうか。浅田選手にとってザ・アイスはどんなショーですか。舞と一緒にプログラムやったり、あとその裏でのプリクラがあったりとかゲームもありますしね。そうですね、とみんなでやるプログラムがあったりだとか、すごい楽しみです。はい。特にこれまでで印象に残っているものってありますか。ジェフとのペアのやつもそうですし、舞との2人のペアもそうですし、とみんなでオープニングとフィナーレ踊ったりするのもすごく思い出に残っています。かわいいワイルド、はい、行きましたよね。次は綺麗なのやってみたいですね。それ以上綺麗な感じなんですか。なんかズベリとかちょっとしっとりした感じのいいかなと思います。そのザ・アイスに向けて、はい、こう意気込みみたいなものを教えてもらっていいですか。真央も今からすごい楽しみにしているので、それまでまた新しいプログラムになると思うので、それを早く皆さんの前で見せれるようにしたいなと思います。さて、気になる出演スケーターはコマーシャルの後で。世界のトップスケーターが集うザ・アイス。いち早く出演を決めてくれたのは浅田舞と真央の姉妹、そして小塚崇彦とアメリカの長須未来、またバンクーバーオリンピックアイスダンス銀メダルのメリル・デイビスとチャーリー・ホワイトも出場を決めています。この他にも国内外のトップスケーターが続々と名乗りを上げる予定のザ・アイスは7月24日と25日の2日間、森コロパークで開催。ただいまチケットの特別先行予約受付中。今日ご紹介したザ・アイスは一般発売に先駆け、ただいま特別先行予約を受け付けています。中京テレビブリヂストンレディストップ、ディズニーオンアイスも午後2時までチケットの予約を受け付けています。電話番号は 0570-02-9577。